父さんと一緒に暮らせって頼む。だとしてもひょっとして誰か一緒に暮らしてる人いるのか。伊藤康明と言います。おいくつかな。54です。え、しばらくこの家に暮らす。少し飲みすぎじゃないのかな。だってこれまだ2本目だよ。まあそう、ウースターはないのかな。運命人ならウースター。でもやっぱり買ってきます。いいからお座りなさい。夕飯というのはみんなで食べるもんです。スプーンをねぶるんじゃないよ。ああもうやだ。何をなさってるんですか。事務か用務かな。事務でもなく用務でもなく。アルバイトで給食のおじさんをやっています。